巨人阿部、西舘はクローザーでもいけそう。これ競合ドラフト1位をリリーフにするって何考えてるん？どう考えても西舘先発にして漏れた菅野とかその当たりリリーフにすりゃええやん。ひょっとしてほんのり無能臭が漂ってきた？日ハムに対する言い嫌がらせ、社卒乱獲といいマジで目先のことしか見てないよな。去年わらが浅野指名したのは何のためだと思ってんの？鍋球なんてアマチュア一のストッパーを追い指名ボスグ先発させると言って壊したぞ。日本の編成はリリーフ高く評価するから先発大8クラスもありえる。中継王さん読んだ限界、どう考えても1イニングしか投げないリリーフにするなんて損。クローザーでもいけそう論はラミレスとかも言ってたな。ドラ1クラスならまずは先発で試すでええんやけどな。大勢が新人で活躍したから味を占めたのかもしれんが、リリーフの方が故障しやすいから怖いぞ。クローザーなんてが偉人でよくてくさ。ところで大石ってなんであんなゴミやったんや？やっぱ故障？メジャーやとクローザーでも上位指名あるのに日本ではバカにされるというかありえない扱いされるのなんでやろな。西舘先発でもリリーフでもこだわりはない、これフラグにしか見えんよな。こんなん阿部がリリーフって言ったらリリーフ確定やん。現状リリーフが足らないんだから別にそこまでおかしくない定期。ご視聴ありがとうございました。